スーパーマリオ 3D コレクション。はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、スーパーマリオサンシャインの方やっていきたいと思いますが、ちょっとね、前回の記憶が消えました何してたっけ。いや、なんかね、ジェットをやってたのは覚えて、なんかこのジェット使って行ってたの覚えてんだけど、そこのステージをどれぐらいクリアしたんだっけなんか新しいステージ行けるようにしたんだっけ。ちょっとそう覚えてないんだけど、俺覚えてないままやるなよって言われたらそうなんだけど、まあ、とりあえず確かここは行ってたよね。ちょっとここ行ってみるか。あ、ちょっと待って、あれ脱出できない、もうもしかして。ああ、行ける行ける、よし。ちょっと待ってね。とりあえずここまだやっていくかな。それでいいかな。まだあるよね、でもここ あるよね。4つ手に入れたんだな。じゃあ5個目、村の裏の秘密やっていきましょう。あら、よし、でかっ。何、村の裏の秘密。いや、ここ本当に嫌だった、そう思い出したわ嫌すぎて忘れてたんだ、多分記憶が。あー、これちょ本当に嫌だったなっていうので、下降りてくのか。でもヨッシーでもいいのかな、どうなんだろう。いや、嫌だな、君たち嫌なんだよ本当に。あ、ヨッシー、バナナバナナバナナ、あれ、バナナわいちょ、こいつの話聞くか。バナナの場所を教えてくれるかもしれない。いや、あんたか、村のみんなはそろそろ綿毛祭りの準備をし始めたんじゃよ。祭りが近づくとこんな年寄りでもウキウキするわい。最後に一つ言っとくんだが、わしは村長じゃないぞ。村長なら黄色いキノコの村長の家じゃろ。というわけで、黄色いキノコの村長の家に行きますか。まずあの M の字で、 M の字を消して、青コインが欲しい。もう気軽に手に入る青コインだからね、見つけ次第ガンガン手に入れていきましょう。で、黄色いキノコの村長の家とは何、黄色いキノコの村長の家って何意味が分かんなくない。で、登ってで、登って登って、オッケーオッケー、これか、君か村長。いよいよ綿毛祭りが近づいてって感じだな、母さん。あ、俺母さんじゃないよ、母さん。みんなウキウキしてますね。母さんってことは息子か娘がいるのか。なんでこう村長の入れだけなんかラメ入ってていいな、羨ましいわ。ラメ入ってんのどうでもいいんだけどさ、バナナはんー、何をすべきなのかがわからん。ちょっと考えなきゃいけないかな。下行ってみるか。やっぱり下が大事な気がしてきた。ちょっと行ってみるか、下。ねえ、絶対なんか大事でしょ。怖いな。で、敵出てくるしね、これ。あ、いた。避けられない。ボヨンってジャンプできて。そしたらバーっていって、シューって落ちて死ぬとむずいむずい。あー、戻されちゃうの。あー、何にも覚えてない。そんなに前じゃないんだけどな、俺がやってたの2日ぐらい空いただけなんだけど、何にも覚えてないわ、記憶が。村の裏の秘密っていうか、やっぱ下だよな。下でいいと思うんだけどな。ボヨーンって言って。オッケー、これで。はい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 。まあ、これで、先進んでいきますか。怖っ。一応大ジャンプしてから行こうか。うわ、あの、ワンナップキノコとか絶対罠だろう。取れはするんだろうけどさ。
うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、よし。あー、で、どうする、本当にわかんねー、正解が。あっち行ってみるか、この辺か、オッケー。危ない危ない、で、ワンナップして、これなんだろう、消せんのかな、なんか。あ、何にもなんねえな、いって、ダメージは食らう、よくわかんねえ。とりあえずあっち行くか、ワンナップもらうよん。よし、これブランコ漕ぐのってさ、こう、あ、そうだよね、おい、これでポイでどうすんの。はい、あっ、 なんで、ちょっとわかんないな、探しますね、ゆっくり。やっぱ裏じゃないのかな、どうだろう。うわ、マジでなんかわかんねえな、急にマリオサンシャインがわかんなくなっちゃった。よし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 、あ、この状態だとポンプも動かせないんだ、両手塞がってるから。なるほどね、両手で操作するからね。よしよし、さあ、よしで、綿毛祭りとか言ってた、関係ある、それは。お、なんだなんだなんだ、え、なに、ね、なになになに、え、やばっ、踏ん張りジャンプもできるから、ものすごい、ものすごい飛び方する。うわー、で、どうすんのこれ、どうしよう、どうしようえ、どうしよう、本当に。あ、わかった、多分わかった、ここの一番上だわ、多分だけど、違ったらごめんね。バナナだったよね。じゃ、バナナ取って、ちょっと待って、よし、手に入れて、少しずつ登ってけば、多分いけるのかな、どうなんだろう。とりあえず頂上を目指せみたいなことだと思うんだよね。あれ、バナナじゃなかったっけ、洋梨か、もうまた間違えたよ。よし、じゃあ戻ります。よし、行くぞ。ちょっと待って、ここ登れる？登れはしない。ちょっと待って。ちょっと待って、むずいむずい。シャーってなるのが厄介。あー！合ってんのか、そもそもこれ。こんな辛い思いしてさ、やってるけど。これで間違ってたらどうしよう、本当にどうしようだよ。よしよしよし、行くぞ。ダメだな、行けそうな気はする。乗り捨てジャンプってできんのかな、試したくねー。で、ヨッシーのジュースが、体力があと少しだ、もう降りるしかねー。また持ってくのめんどくせえから。そう、これジュースの制限時間もあんだよな。で、上行って試すだけでしょ、もう意味わかんなくない。あ、で、ここからも登れんな、ちょ待って。じゃあ、シャーってなんだ、シャーってなんだ、くそ間違ってる気するこんなむずいわけないもんな。多分なんか他の登るにしても他の登り方があって、それを使っていくとかだと思うんだけど、それこそさっき言った綿毛とかで
どっかに綿毛があってね。ただ俺はこれで行く。行け、来た。まだ上がある。あー、登るんじゃなかったし。あー、登るんじゃなかったしね。別に。え、マジで何？全然わからん。村の裏の秘密？やっぱ下行くのかな。乗り捨てジャンプちなみにできんの君？どうやって乗り捨てんの？あー、乗り捨てジャンプできるじゃん。でこれで、あ、若干だな。あれ、え、消えちゃった、消えちゃっちゃ。あ、いた。これどうなんの？あ、いけないんだ。落ちてもらうわ君には。落ちないし、なんで？なんかある？村の裏の秘密ってことはこの辺りってことでいいんだよね。いいんだよね。まあいいや、まったり行くわ。なんか探してればなんか生まれるっていうか出てくるかもしれないし。よし、あ、おーし、無事。よし、じゃあとりあえず裏行ってみます。これで大丈夫かな。あんなポシゲットできないの、もしかして。嫌な仕様だな。でもさ、ここ行ったから何なんだよっていうのがあるんだよね、マジで。ヨッシーでここ来たから。危ねえだけじゃねえの？あ、なんかあれか、もしかして。あの、今までこう処理できなかったやつが、あ、処理できる。なんだその仕様が、知らない。あ、だから試してなかったのに。いや、そうなんだ、あれはヨッシーで処理できるんだ。教えといてよ、むずそう。え、なんかいるし、めっちゃ人いるし、怖っ。なんか、え、何、ヤクザのドンみたいなやついる。うっす、ごっちゃんです。え、力持ちと話すときは向きに気をつけるでござんす。中には真上に投げるのもいるでござんすが、大抵真後ろ。実は自分もちょっと力には自信。ドゥふざけるな。なるほど、じゃあこうだな。え、てかこいつには話しかけなくていいのか。ごっちゃんです。で投げられて、なるほどなるほど。で真後ろ、ごっちゃんです。じゃあヒゲ生えてるやつと話すときは気をつけなきゃいけないみたいなことかな。このでかい方が、ちょ何してんのお前バカか。ちょ、こっち向け、怒ってもいいから。よし、手加減しないでゴンス、ぬが。よしよしよし。初見殺しすぎる、初見殺しすぎるでしょ今の。ちょっとひどくない？まあいいや、オッケー。まあ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 、ちょっとあいつが手前に来たぐらい。あ、やばい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 。よし、ここでもいいわけだな、要は。多分届くし、ギリギリ。そうそうそう、そうやってね、真上、真上だからこの辺、高い高いでござんす。おっしゃ、あっといける、これ。あ、危なし、え、やだ。よ、ちょっと待って、1個みたいに出てきちゃった。よしよし、危ない危ない。で、こっちでいいの？向きがわからん、あっちね。オッケー、ちょっとずれた、ちょっとずれた。これもうさ、マリオじゃない、謎のおっさん、謎のおっさんマッチョブラザーズだわ。くそ、ここやだな、このステージマジで。こんなに苦労してきたの初めてなのに、ダメだこのステージ、ダメ。よっしゃ、まあまあ戻しますよ。こいつは、いや、ちょっと怖いからやめるか、こいつの話しかけんのは。怖いからやめよう、その勝負しない。いや、向き違う、向き違うし、向き違うよん。
なんだよ話しかける際の向きって。ゲームじゃねえよそんなの。勘違いすんなよ、そんなんゲームじゃねえからな。こいつ話しかけてみるか。向きがむずい。小さいながらも頑張る。全然届かねえしこいつは。あーゲームオーバー。あーあーめんどくせ。戻します。ここよし行こう。オッケー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 。むずよし。やーなんとか戻ってきた。え、なんだあっち、あっちはなんだ。あっち何があんだ何があんのかもわからん。え、ちょっと気になるな。行ってみるか。うわこれ止まれ。よし、怒ってくれるとやりやすい。オッケー。踏んでからやるのがいいのかな。だけ。あ、わかったわかった。あの周り回ってるやつに話しかけると上に投げてくれて、上にワンナップキノコがあると。それだけか。ワンナップキノコはもうどうでもいいな、もはやもはやワンナップキノコはどうで。うわー、ピンホールみたいになってる。ちょっと待って。怒れ怒れ。オッケー今オッケー完璧だろ。あっぶな。え、どういう。よしよっしゃー、やっとやっと1個。あーやっと1個。30分ぐらいかかった。いつもっとかかってるね。40分かかってる。しんどさすがにしんどいな。まあ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 しゃあないな。オッケー。あーしゃあない。もうあそこのステージはやめようっていう神様からのあれかな。でヨッシーの、ゲボすごい汚い表現するとヨッシーのゲボがあれを何、あのなんかふにゃふにゃしたやつを退治できるって言えば正解なのかなっていうことなんで、ちょっとじゃあ何退治してもらいますか。用なしね。用なしでいいんだな。あとで帰んねマジで。ちょっと用なしゲットして行ってきます。あったあったあった。あそこだな。ここここここでエース。ここここあちょ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 。なんかヨッシーがハマっちゃいけないところハマっちゃった。青コインかで。あったあった。ぐにゃぐにゃ。ちょっと待って、どうやって行くんだあれ。そろそろ。あーくそー。あーいけるわ。すげえジャンプ力。ちょっと待って、ヨッシーの卵が屋根の。え、ヨッシーここにいるけど、もう一匹、二匹目のヨッシー。あー待って。来た。怖い。青コインかい。この奥になんかあるとかないのねえや。あーどうしよっか。じゃあどうしよう。あ、どうしよっかな。もうなんもねえや。よっしゃ、また最初のステージに戻って探しますか。一つ一つサンシャイン。さあビアンコヒルズ、汚れた湖の秘密。多分ビアンコヒルズはこれで最後じゃないかな。きったね。もうこうやってね、過去に戻っていくしか術がない。わしゃ
さあじゃあ行きますか。とりあえずもう懐かしいね、ここも懐かしくもないか、なんか最近赤コイン集めに来たな。よし、あのすげえ汚れてるやついる、助けてあげるか。助けてもなんか何のお礼もないからさ、助けがいがないっていうか、なんかねなんかすげえ嫌なんだよね、それが。コイン10枚くれるとかでもいいから、なんか欲しいよね。なんか慈善事業じゃないから、こっちも青コイン欲しいな。こんなに汚れちゃったらもう元には戻らない、悲しいな、元に戻らないの。ちょ青コイン欲しいわ。危ない、やべ、いたいたいた、乗れてくれ、乗れろ、よしよしよし、青コインゲッツ。これで10枚。でも汚れちゃったら元に戻んないっていうけどさ、でどうするって話なんだよね。ほいでどうする、裏かな、なんか裏になんか池みたいな感じだったよね、最初のムービー。最初のムービーが大事だってことにやっと気づき始めた。最初入った瞬間に流れるティールルーみたいな、あそこだあそこだ多分。あ、ダッシュすんのか、なるほど。いけるかこれ、やばいやばい、あぶれ、どうすんのあれ危ない危ない、どうすんのあれ。放水でさ来てくれる、来てくれないよな、行くしかないは よし行くぜ。はい、痛い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 あーちょっとわかんないな、何が起きてんだ、俺だけかわかんないの。ダッシュまでは正解な気がするが、水をまずきれいにしなきゃいけないのか、多分そうだよな。あんなも強引に来る場所じゃなさそうだったもんね。まず水をきれいにしなければならないと。じゃあ話を聞きましょうか、いろんな住民に。あ、矢印は上に行けって書いてあるな。あん、まあでも大丈夫、まだまだ上登れるから。ちょっと待って、やっぱここか？え、ここ入ったよね、でも前入った記憶があるが、入ったね、ここは。あ、出して出して出して、間違ってきちゃった。何これ、こんなあった、赤いコインが8枚、タイマーが終わるまでに全て集めろ、グッドラック。なんか始まった、嫌なミニゲーム始まった。あー危ない、ちょっと、あ、ジェットノズルが邪魔だなこれ。あー何これ、うわ、まってか赤コインチャレンジあんのかよ。これが汚れた理由、そもそも違うよね多分。1分以内に全部集めなきゃいけない、厄介だな。ジェットノズルにしなきゃよかったんだけどマジで。あーってかノズル持ってこれてんじゃんここに。おい、ちょっとジェットノズルやめたいノズル持ってこれてる意味がない。あ、復活しないあー、ゲームオーバーです。あ、とりあえず
もう一回ここをチャレンジしてみますか。今度はねホバーノズルなどで、あ、いい感じなんじゃない。あぶね、あー怖いな。あぶね、ここは動かない。オッケー、で1枚4枚か、ここよしよし、影を見ながらね慎重に。でどこに何がある。あ、えこれいける、よしいけた、奇跡。あと18、無理だろこれ。あーん、むずっ。よし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 、あ、タイム的にはめっちゃ調子いい。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、よし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 、なんかおっしゃー、これ戻れるかな、これ帰りまでが遠足じゃん、もう。帰るところまでが遠足です。それ、その言葉嫌いだったな。遠足は行きだろって思ってたよね、正直。絶対遠足は行き、帰るまでが遠足じゃねえから。行きだけだから遠足は。帰りはマジでつまんねえから。帰り楽しかった、だって思い出ないでしょ帰りに。絶対みんな行くだけだから。よっしゃ、社員ゲッツ。これが何の社員かっていうのは出してくれないんだよね。社員をゲット、おつセーブ。今ので正しかったのか、ちょっともう一回入ってみて。ねえ、あそこの社員がゲットされたことになってるんだったら今ので正しかったってことだよね。なんか言葉通じてるかなこれ。正しくない。じゃあなんだこれは。じゃあこれはどうすればいいんだ。ちょっと待って、今のムービーもう一回見ようぜ。ちょっとこう疲れてて、今のムービーをもう一回見ることによって、でこのムービーはもう見なくていい。もう一回見ることによってどこに注目がいってるのかってところをもう一回改めて認識しよう。なんとなくは分かってるつもりだったけど分かってないのかもしれないね。全然集まんない今回社員が。洞窟の中入るんじゃないこれ、もしかして。俺戻ろうとしてたけど分かったかもしんねえ。あの中入れるんだ多分。ちょっと待ってよ、だとしたら何の時間だったんだ今まで。多分ね、皆さんはね15分ぐらい、長くても15分ぐらいには感じてると思うんだけども、15分ぐらいにしてるけど、多分先週で、ね、1時間10分、1時間20分ぐらい経ってますね今。オッケー、よし、あ、やっぱり奥行けるんだ。なんでノズルをゲットした、じゃあなんでノズルをゲットしたんだ。奪われるならもうこのステージやだ。こういうけ、なんだ、うわ、なんだこの特殊な変なステージ。青がひっくり返ったら赤も、赤がひっくり返ったら赤に乗る、青がひっくり返ったら青に乗る、赤がひっくり返ったら赤に乗る、青がひっくり返ったら青に乗る。オッケー、このワンナップキノコは逃せねえだろさすがに、こんな楽勝なところにあるんだったら。オッケー、ほいで、え、届くこれ、届くのか、届かないよ。戻れた、やった、なんだ奇跡。ん、なにこれマジでどうすんの。ん、あ、下あるわ。よかった、さすがに下なかったら終わりだよね。え、普通にジャンプした方がいいって、は、え、なにこれマジでわからん。
え、こわ、え、なに、どういうこと、え、どういうことですか、どういうことでしたろう。え、どういうことでしたろう。本当にわかんねえな。あ？あ、壁飛び、壁蹴りかな、壁蹴りじゃなくてなんだっけ、壁キックはっ、あ、いけたいけた、うわあ、よしよしよし、どうやって回転するかわからないの、つら、あん、頑張った方、頑張った方だ。え、もしかしてさ、三角飛び蹴りみたいなことあ、なるほど、むずで、こっちこっちで、こっちこっち、オッケーオッケー、これも三角飛び蹴りだったのかな。あー、なんか怖いアトラクションだな。うわー、やだやだやだ、回転すんだよ、回転するよね、回転するよね、回転するよね、落ちるよね、さよなら、いやー戻します。いや、ワンナップ機能が取んない、欲張らない、欲張っとけばよかった。生きる、生きた、生きてない、お、生きた、生きた、生きたから何、生きたから何なんだ、戻ってくんのかあれはちょっと待って、終わったんじゃない、戻ってくる、あ、戻ってきてるかな、戻ってきてるのかあれは。ちょっと俺もちょっと下でスタンバっといた方がいいな。お、危ねえよし、スタンバってまーす。オッケー、来た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 、戻ってきた、よし、もう一回、ワンモーチャンス、あー、ワンモアチャンスプリーズ。気づいた、ジャンプする必要はないんじゃないかな。あるわあるわ、多分あるな、あれだけちっちゃいと。さっきのでかいところはね、ジャンプしなくてもいけたから、うージャンプする必要はないんじゃないかって勘違いしてしまいました。待ちます。さあ戻ってきた、斜めはジャンプしよう。わかんない、もうもうわかんない、終わり、ちょっとダメだ、落ち着いてやります。やっぱジャンプする必要ない、ない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 、ワンナップして、あ、いいね、ジャンプしない方が調子がいい、急に回るんだよ、止まれ、おしおしおし、あー、ここが絶対一番むずい、終わったわ、終わりました、みんな、皆さん負けです。はっ、やだ、簡単何回、おい、簡単何回、オッケー、あっ、しゃー目標は一応1回の動画で5個だけど、今のところ1時間半、撮影しております。んー、トレー高はゴミ、うん、あー、まああと2つはゲットしましょうか、何かが、もう1個はちょっとあれだな、うん、青コイン社員でごまかそう青コイン溜まってっから、青コイン社員ちょっと1個ゲットしよう、それで許してくれ、
ちょまずゲットしよう。最後が青コインシャインだと閉まらないからね。よし、1枚交換します。ほんまにいいですか。いいよ。よし、オッケー、ゲッツ。でセーブして続ける。あ、そうそうだ、あと1個の社員の場所分かった俺。今がね、ちょうどあの良い子のねサンシャイン生活みたいなのが、出た時、動画、あれの動画見ました。そしたらね、まあまあまあ進んでるからネタバレはないだろうと思ったんだけどね、1個だけちょっと見ちゃったのがあるから、それだけ撮らせてくれ。ここにね、よい子さんがたまたま見つけてた浜口さんがね、多分確か浜口さんがここの社員をたまたま見つけてたのよ。よしよしよし、ちょっとね、辛い辛い作業が続いたから楽に手に入れさせてオッケー。でこれでオッケーなんじゃない。あそこにも扉あるな、多分水ダッシュであそこに行くんだろうな。ちょっとあそこも行ってみるか、次ね、次の機会。よし、ってこれで5個社員ゲット。ちょっと短い動画になってるか長い動画になってるか分かんないけど、とりあえずこれでイベントが起きなければ終わり。もう、どうなんだろうな、ちょっとなんか絵面が地味な動画になってるかもしれないな。なんか起きるか。何も起きん、地味な動画。まあね、着々と、なんかあれなのかな、前回もしかして新しくステージ開放されてるけど俺が気づいてない、忘れちゃってるみたいなことありえるかなあ、もしそうだったらね、ちょっと確認しとくんで、まあ今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。まあ次もね45枚集めて、コロナマウンテンに行けるように頑張りますので、よかったらまた見てください。それではね、また次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。